皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は2分でできるプチプラだけを使った簡単リップケアをご紹介していこうと思います。この季節やっぱりこう唇の乾燥とかリップを塗った時にちょっとうまく塗らなかったり唇のトラブル皆さんいろいろ気になると思いますので、今回はこの動画をやっていきたいと思います。まず使っていくものをご紹介していこうと思うんですけれども、ムシタオル、レブロンのキスシュガースクラブ、資生堂のモアリップ、この3点を使っていきます。ドラッグストアで手に入るので本当に簡単にできちゃいます。それでは早速いきましょう。唇ってすごくデリケートな部分で、食べる時とか何か飲む時とかにも唇に触れるわけで結構刺激が多い部分なんですよね。唇には油分を蓄えておく皮脂膜というものがないので、どうしても乾燥しやすい部分になります。まずは今私温めてきたのですが、こちら電子レンジで作った蒸しタオルですね、水で濡らして絞ってお皿などに乗せて、だいたい電子レンジで私は400ワットで1分経たないぐらいかなでもう取り出しちゃいます。こちらの蒸しタオルで唇をこのように温めていきます。朝時間がない時とかは私は30秒ぐらい、余裕がある時は1分ぐらいやってもいいと思います。あまり熱すぎるもので温めてしまうと少し刺激になってしまうので、乗せた時に少し心地がいい程度の温度がベストです。唇の表面の皮の部分をこう柔らかくしたいんですよね。柔らかくすることで後からの唇のケアがすごくしやすくなるので、蒸して自然にこう柔らかくしていきます。つけてた面が冷めてきたら折って反対側にして、こんな感じで温めます。余裕がある時はこのタオルに例えば自分の好きなアロマオイルを1滴垂らしたりするとリラックス効果を得ることもできます。そしたらレブロンのキスシュガースクラブを使っていきます。繰り出しのリップクリームのような感じなんですけれども、ザラザラとしたスクラブが入っています。こちらを唇をちょっとってこう引きながらくるくるっと回していくような感じで塗っていきます。無駄な角質とかっていうのが取れやすい状態になっているので、このスクラブでそういうものをこう取っていくような感じでくるくるっとなじませながら取っていきます。ポイントとしてはあんまり強く押し付けすぎないこと、唇の負担にもなってしまいますし、唇のくすみですね、色素沈着の原因にもなってしまうので優しくやってあげることがおすすめです。意外とかかな唇の境目というか皮がペロッとなりやすいので、こういう部分もくるくるっとしながら、唇がこう動くぐらいゴリゴリやんないですね。あまり動かない程度軽くくるくるしていきます。回す動き、回転させる動きは唇の血行も促進してくれるので、そういう意味でもこの時期すごくおすすめです。朝これからメイクするよっていう段階でこれをやる場合は、一度このティッシュで皮が浮いてきてる部分があるので、そういうところを少しオフします。夜であればオフしなくても自然に取れていて問題がないし、そのままで大丈夫ですが、朝の場合はこのように押さえて取ります。一番最後、こちらのモアリップを塗っていきます。モアリップはねかなり愛用してる方も多くて、私もね現場用と自分用で持っているんですけれども、唇のトラブルを修復へ導く効果があって、栄養をしっかり唇に与えつつ潤いを保ってくれるもので、第3類医薬品になっています。唇の皮むけとか荒れでひどくなってしまった時とかにすごくおすすめですね。チューブタイプになっているので綺麗な指に取れば衛生的に使えるのもすごく嬉しい商品なんですけれども、こちらを最後に塗ります。これでリップケアが完了です。ということで皆さんとっても簡単だったと思います。使ったものは蒸しタオルとキスシュガースクラブとモアリップだけでした。キスシュガースクラブもモアリップも量がしっかり入っているのでかなりコスパはいいと思います。唇の皮むけがものすごくひどくって、こういうスティックタイプだとどうしてもっていう場合は指ですくってくるくる回してなじませるスクラブを使うといいと思います。私はどうしても例えばマットリップをつけたい、でもすごい唇がなんかこうペロペロしてるなっていう日の朝とかこのケアをよくやったりします。でもスクラブを毎日やるのは私はあんまりおすすめしなくて、唇ってそのターンオーバーがあって、ターンオーバーの周期でやっぱりこう皮むけしてきたりとか、自分のこの体調とか栄養バランスとかによって結構唇が荒れたりカサカサになってしまったりっていうものを日々繰り返しているわけなんですけれども、やっぱりこのザラつきのあるものをこう毎日毎日唇にすり込んでいくっていうのはその人の力加減によっては唇に
逆に刺激を与えすぎてしまう、今日は自分はどうしてもこのケアが必要だなっていう日に、私はスクラブケアはやるべきかなっていうふうに思っています。目安としては週に1回とかできるといいんじゃないかなと思いますね。ということで本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と動画のシェア、インスタグラム、ツイッター、ノートもやっているのでフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。